スポーツジャストワンをご覧いただき本当にありがとうございます。この動画の下に皆様の毎日をブラッシュアップしていただける素晴らしい朗報もありますので、どうぞ。大迫傑シカゴマラソン日本新2時間5分50秒4つの理由とは。3-1、2018年10月7日に行われたシカゴマラソンで、大迫傑27、ナイキオレゴンプロジェクトが2時間5分50秒の日本記録を樹立した。従来の記録は今年2月の東京マラソンで設楽悠太、本田が叩き出した2時間6分11秒、高岡俊成がマークした日本記録2時間6分16秒を16年ぶりに塗り替えた設楽の走りも素晴らしかったが、大迫はもう1ランク上になる2時間6分00秒と2時間5分59秒。わずか1秒しか違わないが、その差は大きいからだ。マラソン大国ケニアでは2時間4分台の男や2時間5分台の男と呼ばれるように、自己ベストで格付けされる面もある。そして日本記録以上に記録の壁を越えたことは価値が高い。日本人としては1999年の犬伏貴之2時間6分57秒以来、19年ぶりの新時代突入で、大迫は2時間5分台の男になった。大迫はレース直後のインタビューで、日本新記録は非常に嬉しいです。2月の設楽悠太選手がモチベーションになっていました。気象条件は結構過酷で、日本記録が出るかどうかわからなかったですけど、最後の1マイルでいけるぞと思って頑張れた。タイムを切れてよかったです。トップを取れずにまだまだだけど、日本人でもしっかり優勝争いに絡めることを証明できた。これからも期待してもらいたいなと思いますと喜びを表現した。トラックや駅伝で活躍した大迫は2015年3月末に日本の実業団チームを退社してプロランナーになった。米国のナイキオレゴンプロジェクトでトレーニングを積み、 5000m で13分08秒40の日本記録を樹立すると、日本選手権の1万メートルを連覇。16から17年、昨年からマラソンに参戦して順調にキャリアを重ねてきた。大迫がマラソンでも躍進できた要因はたくさんある。プロランナーとしての意識、日本人には少ないフォアフット走法、 5000m で日本記録を持つスピード、駅伝に縛られずマラソンに集中できる環境、世界最強チームのトレーニング、さらにナイキ、ズーム、ベイパーフライ 4% フライニットという魔法の厚底シューズの恩恵を受けた部分もあるだろう。そして大迫が2時間5分台に突入できた理由を考えた時に、レースの選択、タイムの意識、レースの進め方、世界を見る目、この4つが他の日本人と少し違う気がしている。みんなの声、大迫傑選手の日本新は素晴らしいです。異国の地で自分の力のみを信じて練習できるのは相当の精神力が必要だと思います。今後さらなる記録の更新が期待できます。怪我に気をつけて頑張ってほしいです。ただマラソンの記録はそのコースの特徴、その日の気象条件などに左右されやすいのではないでしょうか。一つとして同じ条件のマラソンはありえません。ぜひ2020年の東京五輪の代表選考ではタイムではなく選考レースを一つのみに絞って、そのレースでの順位のみで代表者を決めてほしいです。一つのレースの選考のみが力の違いを比較できる平等明白唯一なものです。次は来年3月の東京マラソンを予定しており、ペース的にもちょうどいい。しかも東京には設楽悠太も参戦を表明している。今度は時計の針がどれだけ進むのか、こんなにワクワクしているのは筆者だけではないだろう。この2人の対決が実現したらマジで面白そうだ。高いレベルで練習をするということはとても大切だということでしょうか。大迫選手は高い目的意識を持ってアメリカに武者修行に行ったようですね。
強くなったのもうなずけます。5000、1万のトラックのスピードをそのまま生かすだけではなく、プラスアルファがあるようですね。ものすごく期待してしまいます。大迫選手はマラソンに対して他の日本人選手よりもかなり意識が高い。だから取り組み方が全然違ってくる。もちろん彼の素質もあるが、彼には東京オリンピックのメダルの可能性を感じる。これからメダル獲得の実現に向けてさらに進化を遂げてほしい。レース中にタイムを気にすることが悪いかな。長距離になればなるほど体力勝負なので、自分のベストなペースをキープすることが一番効率よく速いタイムを出せるのでは。よく駅伝がって言われるけど、速い選手は駅伝でもマラソンでもいいタイムで走る。女子の方が分かりやすい。マラソンの歴代トップ10に入る選手は駅伝でも強かった。高橋、渋井、坂本、広山、福士。一番の違いは意識じゃないの？世界を見据えている？テニスの錦織も国内にいては世界レベルの選手にならないと考え、中学生で渡米。競泳の池江選手も同じ人間なんだから世界記録は出せるはずと、まだ世界と少し差がある頃から国内で勝つことより世界に近づき追い越すことを意識し練習している。自分の実力をよく認識し、何が課題で何をしなければいけないかよく分かっている。だからあまり大口を叩かない。狙うべくして狙った日本記録と2時間5分台。さらにはパラーに対しても全く勝負にならないというレベル差は大きくない点。アメリカに渡って強くなったね、大迫くん。来年は東京でいよいよしたらと高いレベルでの勝負が楽しみだね。あとフィジカルアシスタントも充実してるとは思うけど、怪我には気をつけて。最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。ムササビマークをクリックしてください。